JW-10 は1978年9月26日に日本で東京芝浦電機が発表し翌年2月に出荷開始した世界初の日本語ワードプロセッサであるターソード JW-10 という表記がなされることもあるが JW-10 の段階ではまだターソードの相性を持たなかった東芝製の業務用ワープロに カーソードの相性が完成られたのは後年である。価格は630万円。重さは 220kg。片袖机ほどの大きさの筐体に、キーボード、ブラウン管、10MB のハードディスク、8インチフロッピーディスクドライブ、プリンターが収められている。開発当初は、普及を疑問視する声もあったが、JW-10 の開発によって培われたかな。 漢字変換の技術は、日本語入力システムのすべてにおいて、当然のように使用されるようになり、東南アジアの諸言語のワードプロセッサの開発にも応用されている。第6回データショーにて、JW-10 が発表された9月26日は、日本記念日協会より、ワープロの日として制定されていた。1971年、東芝総合研究所の森健一は、 通称産業省の機械翻訳プロジェクトでコンピュータによる言語処理に携わっていた。コンピュータに日本語の文を英語へ翻訳させるにあたって、まず日本語の文法を解析する必要があった。なるべく多くの例文を手に入れるため、森たちは多くの文献を持つ新聞社や役所に出向いた。彼らはそこで自動翻訳装置よりも日本語の文書作成装置に 需要があることに気づいた。森は新聞記者と雑談する中で、欧米の新聞記者に比べて、日本の記者は記事を書くのが遅いことが話題になった。これをきっかけに、紙より早く書けて、内容を遠隔に伝送でき、かつ将来的に携帯型にできるような日本語、ワードプロセッサを作ろうと思い立った。日本語、ワードプロセッサの最大の問題は、 漢字の入力方法だった。すでに1915年には杉本京太が法文タイプライターを開発していた。しかしこのタイプライターの入力方式は広い板の上に一つ一つ配置された漢字を選択するというものであり、使いこなすには大変な熟練を必要とした。また、その入力速度は腕を動かす速さに制限され、手で書くより速くならないことが分かった。 漢字の変と読みを指定し、出てきた同音の漢字から、目的の字を選択する、音訓方式も考案されたが、これも、入力速度が遅いため採用されなかった。1970年代の日本語、ワードプロセッサの研究開発は、森の所属していた、東芝のほか、沖電機、NEC、シャープなど各社でも行われていた。この頃に主流となった研究モデルは、 かな漢字変換ではなく、連想式と呼ばれる方式であった。この方式は、かな文字を二つ入力すると漢字に直接変換する方法で、変換に特殊な処理を必要としない。そのため、ワードプロセッサの漢字入力方法として、最有力視されていた。しかし、この方式では、変換できる漢字の数が、キーボードの組み合わせの数までしか割り当てることしか、できない。 また、一つの漢字に対する変換方式を、いちいち覚えていかなければならないため、習得するには大変な努力が必要となる、等の欠点がある。森は、誰でも入力できることを念頭に置いて、あえて主流である、連想式ではなく、かな漢字変換方式を採用した。しかしながら当時、かな漢字変換の研究は一部の学者のみが行っているという程度であり、 参考となる資料もほとんどなかった。当時の九州大学工学部の教授である栗原俊彦はこの研究を行っていたが、彼は沖電機と共同でこの研究を行っており、森が協力を得ることはできなかった。そこで森は九州大学工学部出身の新入社員である川田務を当時京都大学助教授だった。 長尾誠のもとへ一年間国内留学させた。長尾はコンピュータによる日本語の公文解析の研究を行っており、河田にはそこで形態素解析の研究を行わせた。また、森自身も金変換用の辞書を作るために日本語の文法を徹底的に勉強し、軽量国語学会にまで入った。この時河田は京都大学で、 文字認識の研究をしていた大学院生の天野誠家と出会う。天野は川田から東芝に来るように誘いを受け、研究メンバーの一人として迎えられた。このようにして研究メンバーが増えたが、研究はしばらくの間、アンダーザ・テーブルで行われた。最初の頃は森が全体の管理を行い、川田が携帯疎解析のプログラムを開発し、天野がそれを用いて、 意味、文法解析アルゴリズム全体の設計を行っていた。しかし、文法論が充実するにつれ、だんだんと二人でのプログラミングでは足りなくなってきた。そこで、森の紹介により、新たな研究メンバーとして、プログラマーの武田きみとが加わり、主に固有名詞の処理プログラムを担当した。森は、辞書の開発にあたって数冊の国語辞典から、一般名詞を抽出した。 しかし、実際に文章を作成するにあたって、国語辞典に載っていない単語が続出することが判明した。これらを探すにあたって、高校の教科書、和英辞典、事務文書規範、用語用例集、同意義語辞典を参考に、品質する単語を抽出した。人名については、森の知り合いの保険会社に協力を要請し、 契約者のデータから生と名をそれぞれ上位3000件ずつ抽出した情報を入手した。最終的には8万語を選び、読みに対応する熟語や文法の情報を専門のオペレーターがパンチカードでコンピュータに入力した。漢字フォントの制作は専門のデザイナーに依頼。1週間に作れる字型は100字程度ということもあって、 辞書とフォントの開発に3年以上を費やした。プリンタは東芝に漢字を印刷できる、高性能なものがなかったため、東芝タンガロイにインジピンの製作から依頼した。1976年3月、ナ漢字変換プログラムと単語辞書が形になったため、研究チームは大型コンピュータにて漢字変換の精度や必要な構成機能を調査する。 シミュレーション実験を行った。この作業は、キーボードでのローマ字入力をそのまま紙テープに出力した後、計算機室のコンピュータに紙テープでデータを入力し、処理結果が収められた磁気テープを研究室に持ち帰って漢字プリンタで印刷するというバッチ処理によるものであった。1976年4月、ナ漢字変換の有効性に対してある程度の 妥当性が出てきたところで、研究チームは、日本語処理の研究に関する研究企画書を提出。研究所の正式な研究テーマになり、チームを3人から10人に増員して、本格的な研究が始まった。バッチ処理では、実験から結果を得るまでのサイクルに時間がかかるため、まず、ミニコンピュータを使った日本語、ワードプロセッサの試作機を制作し、 1977年3月に完成させた。これによって、キーボード、ディスプレイ、プリンターを部屋内の一つのシステムに収めることができた。1977年11月より、全社をかけて商用化に向けた本格的な開発が始まった。JW-10 の回路設計と製造は、コンピュータ事業を手掛けていた大梅工場が担当することになった。 青梅工場電算機設計部の技術者によって、キーボードやディスプレイの動作確認を行うためのハードウェアが作成された。情報システム研究所と協力し、このハードウェア上で、JW-10 のオペレーティングシステムや、かな感じ変換の一部、エディタなど、ほぼ全ソフトウェアが開発された。天野は、使用書も流れずも持たず、頭の中にあったアイディアを、 直接キーボードで打ち込んでいた。オフィスコンピュータ部門でディスプレイやプリンタの開発が進められ、半導体事業部でワンチップ CPU や漢字ロムが開発された。JW-10 キーボード部分、JW-10 の金漢字変換部は2層になっている。基本的にはごくオーソドックスな現代日本語文法のベースである。 学校文法が規定しているような、自立語付属語の0個以上の繰り返しという文節の、連なったものとして、入力を扱おうとするわけであるが、それだけでは、第32回情報処理学会全国大会で、のような、特に固有名詞の場合に深刻であるが、語として辞書に登録するのは非現実的な自立語が、現実の文章には続出する。 そこで、その下の、第一層と考えられる部分として、そのような語の合成を扱うことで、実用的な、かなかん字変換を実現した。以上の手法の基本的な部分はその後の多くの、かなかん字変換システムが踏襲したところであるが、JW-10 の第一層では、局所意味処理と呼んでいる手法を考案、実装し精度を上げている。 漢字変換における最大の課題は同音異義語の選択であった。この解決には文章の前後関係を利用して変換文字を決定する方法と使用頻度をもとに判定する方法が取られた。使用頻度の判定には全体の使用頻度と最も直前に使用された漢字の頻度分布の2種類を使用した。森はこの着想が得られなかったら日本語。 ワードプロセッサは実用にならなかったかもしれないとまで後に語っている。カナ漢字変換で使用する辞書には、当時にしては大容量の10メガバイトのハードディスクを搭載した。最大で8万語まで単語の登録が可能であり、頻度情報は使用者別に管理を行っていた。辞書に登録されていた普通単語は5万4千語、固有名詞が8千語であった。 またこの標準登録語以外にも、ユーザーが自分で単語を登録することができた。JW-10 の変換方法は、現在のような文章から文節を自動で判別する方法ではなく、文節を手動で入力する方法である。JW-10 のかな漢字変換には2種類の方式があり、一つは、文節指定入力もう一つは、漢字指定入力である。 このモードはキーボードの右上にあるトグルスイッチで切り替えることが可能である。分節指定入力は各分節ごとにユーザーが分節ボタンを押すことで日本語の分節を決定する方法である。一方漢字指定入力は漢字変換したい部分の前に漢字キーを押し漢字変換しない部分の直前に金キーを押して変換箇所を選択する方法である。例として 今日は、良い天気ですという文章を変換する場合という風に入力する。変換方式にも2種類あり、分節入力あるいは漢字入力ごとに逐字、変換する、逐字選択モードと、文章を打ち終わってから一気に変換する、一括選択、モードがあった。また、同音異義語等で機械では確定できないような場合は、その箇所が点滅し、正しい文字を選択。 決定するという方法が取られた。エディタとは、構成、編集を行う機能部分を指す。1970年代、エディタといえば、プログラムを書く、第二エディタだった。これは、電動タイプライターに計算機用のインターフェースを、繋いだ、テレタイプでプログラムを一行ずつ入力しかみに打ち出す、というものである。モニターを使用した。 スクリーンエディタはまだ一般には使われていなかった。JW-10 のエディタは天野が中心となって開発し、以下の設計原理で開発を行った。統一された原理で操作できること思考を中断させないことこのうち前者は、すべての操作の順序を、まず、位置、範囲の指定、次に、構成操作という順で統一することで実現した。後者に関しては、 同音語の決定を使用者が好きな時に行えるようにしタイプごとにいちいち決定しなくても良いように作られた打ち込み続けても JW-10 の内部では同音語の全候補を保持したまま画面上では最初の候補のみが点滅して表示されるのでそのままタイプを続けることができるしかしコンピュータ上の制限により 文書用のバッファはそれほど大きく取れなかった。多量の動音後の候補を保持すると文書をハードディスクに対比させるという仮想メモリにおけるスワップと同じ現象が起きた。そのため思考を中断させないことについては技術上の制限により完全な形での実現はできなかった。1980年代の普及型ビジネスパソコンでは16 16. ドットフォントを使用して、横40字縦25行を表示するディスプレイが一般的であったが、JW-10 では、ディスプレイやプリンターへの出力に 24-24. フォントが使用された。これは16、16-16. では、字覚の多い漢字を正確に表現するのが難しく、契約書や申請書の作成に適していないと考えられたためであった。 プリンターは、公文書の用途を考慮して保存性と、対改ざん性、また、小取引文書で使用される、副写用紙への印刷を考慮して、ドットインパクト方式が採用された。ディスプレイは、長時間使用に配慮して、見やすい24-24ドットフォントが使用された。当時は高解像度のディスプレイが高価であったことから、JW-10 は、コストとのバランスを考慮して、 横32字縦14行しか表示する能力がなかった。この点は1980年発売の JW-10 モデル2で改善された。ありがとうございます。